一周400メートル走路の自転車トラック自転車トラックレーストラックレースとは陸上競技や自転車競技において競技場のトラックを周回するレースのこと。ここでは自転車競技について説明する。その競技場のことを自転車競技では自転車競技場や競輪場と呼ぶ。自転車競技場の走路は板張りコンクリートウォークトップなどで舗装されておりカーブは全速力でも 速度を落とさず、走れるよう走路に角度をつけている。一周の長さは、海外では250メートルが多いが、日本では、競輪の法律が影響していて400メートルから500メートルとなっているところがほとんどである。なお333.3メートルの走路もあるが、これは3周で1000メートルの扱いとなっている。については定かではないが、年に、 イギリスのイズリントンにあるロイヤルアグリカルチュラルホールにおいて6日間レースの期限となる1000マイルレースが行われていることや1888年にデンマークにおいて車検発売が施された自転車レースが開始されたことから考えると1870から1880年代にはすでに行われていたと考えられるまた1893年に 1> 第1回の世界選手権自転車競技大会がアメリカ合衆国のシカゴで開催されたが、同大会は1920年までトラックレースのみの開催であった。また、種目の期限については各国にまたがっている。例えば、競輪は承知の通り日本が発祥であるが、個人スプリントはフランス、チームスプリントはイタリア、フライングタイムトライアルはカナダ、マディソンは アメリカとなっている。2009年12月13日、国際自転車競技連合が国際オリンピック委員会に男女平等の種目数の方針に基づき、2012年開催予定のロンドンオリンピックにおいて男女5種目ずつの実施を提案したところ、IOC 理事会がこれを了承した。これにより、男、女ポイントレース、男、女個人を射抜き、 男子マディソンは除外となり、代わって男、女オムニアム、女子競輪、女子チームスプリント、女子団体追い抜きが採用されることとなった。主に二人で競い、決められた集会をゴールするまで走る。途中での位置取りをめぐる駆け引きが勝敗に大きく影響し、その中で相手を牽制するために足をつかずに停止したりすることもある。停止してバランスを保つテクニックを、 トラックスタンドという。この間、選手たちは、その後の展開に有利になるようそれぞれ、ポジション取りや体力温存などを考えながら進んでいく。中野光一が、世界自転車選手権で10連覇を成し遂げた種目として、日本でも注目されて、認知度が高くなった。なお、死も、術のチームスプリントや、タンデムスプリントと区別するため、個人スプリントと表記されることもある。 さらに、1984年までは、スクラッチという名称であったが、死も、術のスクラッチ種目との関連性はない。250メートルを3周する。予選は、ラスト1周の最後の200メートルのタイムで、タイム上位選手が、決勝に進む。決勝戦はルールが、代わり心理戦も含まれるため、スピードだけで勝てるという、わけではない。トラックを3人のチームで3周回する。 次々に戦闘が一周回ごとに外れて行き、最後の一名によるタイムで競う。この種目の原型はイタリアンチームレースというもので、4人編成で行われた。日本ではイタリアンチームレースとしては、1969年から1998年までの間、高校総体で行われていたが、1999年より3人編成のチームスプリントにとって変わられた。 1995年に世界自転車選手権において正式採用されたほか2000年のシドニーオリンピックより夏季オリンピックにおいても正式種目となったシドニーオリンピック当時はオリンピックスプリントという名称の種目であった2004年アテネオリンピックで日本チームが銀メダルを獲得した2012年のロンドンオリンピックより女子の種目も加わるただし 女子は1チーム2人編成。概要日本発祥の公営競技である競輪をもとに作られた競技で、それと区別するため、競輪と表記される。現在では、国際自転車競技連合によって、競輪の名で正式種目と認定されており、世界選手権やオリンピックなどの国際大会でも競技が行われている。オリンピックでは、2000年シドニーオリンピックより男子が、 採用されたことで、柔道に続いて、日本生まれのスポーツとして2番目に、オリンピック正式種目になった。また、2012年ロンドンオリンピックより、女子も採用されることが決定した。自転車競技種目の競輪は、主に6名以上の選手で争われ、基本的なルールは、競輪の戦闘固定競争とほぼ同じである。最大7名の選手が、約1500メートルの距離を走り、 フィニッシュラインを通過した着順で順位が決まる。選手とは別に、先頭誘導員が一人いて、電動アシスト自転車、またはデルギーを使い、決められた周回を先頭で空気抵抗を減らしながら走る。なお先頭誘導員がいるのは、一番前にいる選手が、風の抵抗を受けて不利になるのを避けるためである。そして誘導員が審判の合図により、 戦闘を外れて、県内線の中へ退避するあたりから本格的に競争が始まり、おのおの一着でゴールできると思った位置からダッシュをかける。ペースメーカーは最初は時速 30km で走り、徐々に時速 50km まで加速していき、残り約 750m になるとトラックから離れる。そこからは最大7名の選手だけでのスプリント競争となる。 前半3週の間、選手たちは、その後の展開に有利になるように各自ポジション取りや、体力温存などを考えながら進んでいく。選手同士の連携は、公営競技としての競輪とは異なりそれほど重視されない。そのため、競輪とは異なる戦術、技術を必要とする場合も多く、日本のトップ競輪選手といえども、国際大会の競輪において強さを発揮できるとは、 限らない。日本の競輪のように333メートル、400メートル、500メートルの最後一周を競うのと、違い約2.25倍から1.5倍ほど、スプリントの距離が長いため心理戦を含め、速さと総合的な力や、スタミナや、後半の粘りが要求される。各組2人から4人が先着トーナメント方式で勝ち上がる。また敗者復活戦もあり、 その勝者は準々決勝あたりで合流して、勝敗の行方が面白くなる。使用する自転車は、男子の競輪用自転車とは異なる。世界自転車選手権、オリンピック種目への同世界自転車選手権種目への、道1977年に中野孝一がプロスクラッチ種目で優勝したことを受け、日本自転車競技連盟が UCI に競輪の同大会採用を打診。 1978年、西ドイツミュンヘン大会において、中野光一ら、日本の競輪選手だけで、デモンストレーションレースが行われる。1979年、オランダアムステルダム大会において、外国人選手も交えた、オープンレースが行われる。1980年、フランスブザンソン大会において、プロだけの種目として、正式に、競輪として採用されることが決まった。 しかし、日本国内で行われる競輪とは似ても似つかぬものだった。ひいてはここから今も、なお、競輪と競輪は別物の競技であるという見方がされている。誘導員がスタートラインを通過後に合法が打ち鳴らされるという方式は今も変わらないが、当時は縦一列のスタート方式が取り入れられ、しかも誘導のペースは初手から早く、スタート順が 後方に置かれた選手は著しく不利となった。初代同大会経輪優勝者はオーストラリアのダニー・クラーク。1987年オーストリアウィーン大会において本田晴美が日本人選手として初の同種目優勝。1990年前橋大会開催期間中に行われた UCI 総会にて3年後のプロアマーオープン化を睨んで 当時プロの種目しかなかった競輪の今後の処遇が検討される。つまり、同大会の種目から除外される可能性があった。ドミホーン、タンデムスプリントについても同様に検討された。結果、両種目はプロアマオープン化の種目として、ふさわしくないという決定がなされ、まもなく除外されることになった。なんとか同大会からの種目除外を免れたい、日本車連側は、 当時、競輪が行われていなかった諸国への技術指導等を含め、アマチュア側に対し競輪の普及を図ることを約束。一方、日本車連は競輪とは似ても似つかぬレース内容になっていることに対して改善を申し入れ、縦一列のスタート方式ではなく、日本で行われている横一列のスタート方式に改めるよう働きかけ、1992年の スペイン・バレンシア大会より、横一列のスタート方式に改められた。1993年のノルウェー・ハマール大会より、プロアマオープン大会として、同種目は新たに、スタートを切った。オリンピック種目への道1996年、アトランタオリンピックより、同大会の自転車競技もプロアマオープン化されることに、月、日本車連はオリンピックにおいても、競輪の採用打診。 すでにアトランタでの実施種目は決まっていたため、2000年に行われるシドニーオリンピックの正式採用を目指した。日本車連側は、すでに1980年により、世界自転車選手権において採用されていることや、日本競輪選手会の協力をもとに、世界各国へ技術指導等を含めた普及活動を行ったことを、日本オリンピック委員会を通じ、 国際オリンピック委員会に PR。その結果、1996年12月に行われた IOC 総会において、競輪は正式種目として4年後のシドニーオリンピックでの採用が決まった。同大会の初代優勝者はフランスのフロリアン・ル・ソー。上述の通り、競輪は日本生まれの五輪種目としては柔道に続いて史上二例目となった。 2008年の北京オリンピックでは長井清が日本人初となる銅メダルを獲得した。2009年12月に行われた IOC 理事会においてオリンピック男女平等種目数の方針に基づき UCI により提案された競輪女子も2012年のロンドンオリンピックから正式種目として採用することが承認された。これをきっかけに 日本でもガールズ競輪が復活することとなる。3人から4人のチームで個人追い抜け競争と同じルールで行う。コーナーを使っての戦闘交代が作戦の鍵を握る。ゴール地点では3人目がゴールした時点で記録が認められる。これも時間は参考記録。2012年のロンドンオリンピックより女子の種目も加わる。当初、 女子は1チーム3人編成であったが、2016年のリオデジャネイロオリンピックより、女子も1チーム4人編成で実施。2007年の世界選手権で初採用された種目。2009年の世界選手権より、女子にもこの種目が設けられた。1日間で以下の4種目を順番通りに行う、スクラッチテンポレースエリミネーションポイントレース各種目の順位を順位点として、 優劣をつけ、3種目終了時点の総合点を持ち点として最終種目のポイントレースを行い終了時点で最高得点の選手が1位となる。同点時の扱いはポイントレースの規則に順ずる。なお、1種目でも出走しないと全部危険扱いになる。オリンピックでは2012年のロンドンオリンピックより男女とも初採用された。ある決められた距離と時間内で、 二人組で交代しながらポイントレースを行う。休んでいる時は外側のラインを走りながら交代のタイミングを見計らう。詳しくはマディソンを参照。オリンピックでは男子のみの種目であったため、男女同数の種目を行うという趣旨にそぐわないとして、2008年の北京オリンピックを最後に除外されたが、2020年の東京オリンピックより男女とも、 オリンピック種目として復活することになった。20人から30人の人数でで行う。決められた集会ごとに1着から4着の走者にポイントが与えられる。集会遅れの走者に追いついた場合にも追いついた走者には大きなポイントが与えられる。ただし、その場合順位が変更になる。追いついた走者は最後尾より一つ前の順位、2位から最後尾より、 手前の走者が順位を一つ上げる。最後尾の順位は変わらない。最後のゴールでのポイント数が多いものが勝者になる。アブクデフの順序で A が F を抜いた場合は A に大きなポイントが加算され、順序はブクディフとなる。ポイント数が同じ時はフィニッシュ時の着順で決まる。2008年の北京オリンピックを最後に男女ともオリンピック種目から除外された。 この種目は二人がホームとバックの同じ距離で離れた位置からレースをスタートして、どちらかが規定の距離を先に完走するか、途中で相手を追い抜いた時点で勝敗が決まる。男子では 4km、女子では 3km の距離が基本。時間が計測されるが、参考としての記録となる。2008年の北京オリンピックを最後に、男女ともオリンピック種目から除外された。 決められた距離を時間で争う。一般的な競技スタイルは、スタンディングスタート形式が取られ、男子は1000メートル、女子は500メートルで行われる。男子は、第1回の近代オリンピック開催となる、1896年のアテネオリンピックから採用され、女子も2000年のシドニーオリンピックから採用されたものの、2008年の北京オリンピックより、 BMX が採用されることになり、その代わりに、男女共に2004年のアテネオリンピックを最後に、オリンピック種目から除外された。一方、カナディアンタイムトライアルと言われることもある。フライングスタート形式のタイムトライアルもある。これは助走した状態からスタートして、時間の優劣を決するものである。個人スプリントの予選専門種目として、200メートルタイムトライアルが、 行われるが、これもフライングスタートである。世界自転車選手権では2002年より実施されている種目。20から30人くらいの選手数で行われるのは、ポイントレースとほとんど一緒だが、着順の優劣は最終ゴール到達の早い順番につけられる。おおむね1 5キロメートル程度の距離で行われるが、道中、集団から抜け出しを図って、 アタックをかけるといったプレイも随所に見られることから、ロードレースの戦術と類似している部分が少なくない。長い距離を走る個人戦ゆえに、トラック版ロードレースと称されることもある。選手には走る距離を知らせないレース。集団でレースを展開しながら合図があってから、最初の取り決めた周回数を消化してゴールする。合図があるまでの集団での位置取りが、レースの見どころ。 周回ごとに最後の走者か二人をレースから除外して行き、決められた人数になった時に決められた周回を回りゴールする。少し複雑な頭脳プレイを要求される。エリミネーションとも言う。徐々に人数が減少していくことから自転車版、端っこ取りゲームとも言う。前のオートバイ、後の自転車の二人一組で走る。先導のオートバイは誘導される自転車が接触して、 転倒するのを防ぐため、後輪のさらに後ろにローラー付きワンパーを張り出させた特殊な作りになっている。決められた時間内での周回数で勝敗が決まる。ステイヤーがペーサーに近ければ近いほど空気抵抗が少なくなるので、チームのコンビネーションが良いことも重要な要素になる。騒音の関係で大抵野外の競技場で行われる。 1893年に開始された世界選手権自転車競技大会においても第1回の大会から採用された種目であったが1994年の大会を最後に廃止されて以降はこの種目の開催そのものが滅多に行われなくなったオートバイではなくデルニーがペーサーとなって行われるデルニーレースについては 現在6日間レースにて行われているが、ルール等についてはドミフォンと類似している。国民体育大会、全国高校総合体育大会などで行われている種目、おおむね4000メートルで行われ、出場選手9人から12人で争う。あらかじめ与えられた戦闘責任回数を完了することが求められ、着順の優劣はそれを完了した選手の中から、 最終ゴール到達の早い順番につけられる。責任を完了していない選手が完走した場合、失格にはならないが、順位は完了した選手よりも劣ることになる。1906年のアテネオリンピックから1972年のミュンヘンオリンピックまでオリンピック種目として採用された種目。タンデム自転車を使用し、二人一組で行われる。 ルールは個人スプリントと類似しているが、概ね個人スプリントの倍の周回数で行われる点が異なる。世界選手権でも1994年まで採用されていた種目であったが、1993年に実施されたプロアーマーオープン化の余波を受けて競技者数が激減したため姿を消した。しかしパラサイクリングの種目としてパラリンピックや パラサイクリング世界選手権において実施されている。日本で開催が予定されているバンクリーグのオリジナルルール。3から4人で1チームを組み、2チーム同時にスタートする。3周目の終了時に最初のポイントが与えられ、その後は1周置きとなり3ポイントを選手した側が勝利となる。周回数は7から11周を予定している。 一人が一時間でどれだけの距離を走れるかを競う一時間競争の自転車版である。この節では主に UCI のレギュレーションによるものについて述べる。挑戦するには一般的な自転車競技のトップクラスの選手でも困難を伴うとされ、フランチェスコもゼールをして頭がおかしくないと挑戦できないと言わせるほど競技中は肉体的にも精神的にも 非常に苦しいという。同様に、カンピオニシシモと呼ばれたエディ・メルクススラ、アワーレコード記録更新時に、寿命が3年縮んだと発言している。そのため、挑戦すること自体が名誉とされ、記録を更新したものは、自転車競技の歴史に名を残すほど称えられている。この種目は、他のトラック種目に比べ、長距離を停止せずに走る必要があることから、 過去のレコードホルダーには、エディ・メルクスや、ジャック・アンクティル、ミゲル・インドラインなど、主に、ロードレースで活躍する選手が数多く名前を、連ねている。また、クリス・ボードマンのように、ロードレース選手でありながら、アワーレコードの更新に比重を置くものや、クレアム・オブリーのように、トラック選手だが、アワーレコード職人とも呼ぶべき、特化選手も存在している。 1990年代に入り自転車の改良が進み、一般的な自転車のスタイルと異なる乗車ポジションを取る自転車による記録の更新が相次いだことから UCI は2000年に規則改正を行い、1972年にメルクスがコロナ後でアワーレコードを更新した際と同様の機材による記録のみを公式のアワーレコードと認め、それ以後に作られた。 専用自転車による記録は UCI ベストヒューマンエフォートとして非公認扱いとすることとした。メルクスが1972年にメキシコで当時のアワーレコードを達成した際に乗っていたコルナゴ製トラックレーサーこの改正により空力効果のあるヘルメットやディスクホイールバトンホイールモノコックフレームを持つ自転車ファニーバイクなどを使用した場合は公式な アワーレコードとは認められず、すべてベストヒューマンエフォート扱いになった。このため一時アワーレコードへの挑戦を行う選手が激減したが、2014年5月に UCI が再び規則改正を行い、アワーレコード挑戦時に使用できる機材をトラック競技に準じると改めたため、UCI トラックレースの規則に則り、エアロヘルメットや、 ディスクホイールエアロバーなどの使用は再び認められた。これを受けて、アワーレコードへの挑戦を行う動きが再び活発化している。2014年に改正される以前の2000年改正ルールにおいては、チェコの温度 J、祖先カが2005年7月19日にモスクワで出した 49.700km が最高記録であったが、ルール再改正直後の2014年9月には、 引退間際のイエンスホイクトが 51.115km の当時の新記録を受立し、その後も新記録の更新が相次いだ。アイホープバ、ハプバが認定するアワーレコードはカウル付きリカンベントなどトラックレーサーやロードバイク以外のバイクの使用が認められている。男子女子日本の自転車競技の中でトラック種目はプロフェッショナルの競輪が有名。 NJS 規格に適合した部品のみで構成される専用自転車を使用する。競輪は第二次世界大戦の終わりから後の日本自転車振興会が主催するようになった。一時期は女性の競輪もあったが2012年7月よりガールズ競輪として復活している。なおプロの競輪選手も競輪競技に参加している。 h t t p コロンススララッッシシュュプラ a z a t r a c k 1 0 c o j p スラ k o g a n e i s a スラッシュダイアリースラッシュ20080403000スラッシュロンドンオリンピックトラック種目変更について日本自転車競技連盟2009年12月22日付書面ロンドン五輪のトラック種目は男子2元女子に増全日本選手権 オムニアムマスターズ2016小林康正と梶原由美がオムニアム連覇達成ダッシュ CYCLOWERED.jp2016 年11月21日6時36分9時初予備バンクリーング指導競輪場で始まる新たな自転車レースイベントマイナスバンクリーングプレスカンファレンスシクロワイヤード人力ビークルの速度競争としては 他に、極端距離での速度計測で競われる WHPSC などもある。スコットランドの au、オブリー、アワーレコード再挑戦を断念 cyclingtime.com ハット、トップランナーより80年代にシステム U の TT チームが初めて使用、着用者はローラン・フィニョン。頭と背中のラインが一線になるなお、システム U チームは当時、そのアイデアが、 あまりに斬新だったことから、次は、モーター駆動のマシンを持ち込むに違いないと、周囲から揶揄された。ちなみに、電動変速機は21世紀になってから島野が、実用化している。アワーレコードはどうなる ?UCI が、ルール変更 -cyclingtime.com 2014年5月27日、モノコックフレームを持つ自転車。 ファニーバイクなどは相変わらず認められない。ありがとうございます。